トさんは辞めていたけどまたやりたい趣味ってありますか？ギターかな。ギターね、買うだけ買って、だからこの間ねチューニングしたの久々に。でまあやっぱ覚えてるから、なんとなくそのなんかジャカジャカはできるよ、行動されて。でもこのちゃんとアルペジオとかさ練習しようって思ってたのに、そこでシュン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 ってなってね、なんかバイク免許取り行くとかなんかどんどん浮気してたんだけど、この間それこそその私ギター買ったのがちはやふるの作品やってた時にオープニングを歌ってたナインナインレディオサービスさんのコウタさんのお店で私ギターをね買ってて、でこの間コウタさんとセッタとボーカルのコウヘイさんと会う機会があって、でその時に絶対おい瀬戸ギターやってんのかって言われるなと思って、やべえやべえと思って急いでチューニングしてちょっと触ってそうそうそう、絶対瀬戸お前やってんのかってコウタさんにねいじられるからね。そう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 、そんな感じで久々の交流でした。なんかなかなかね会えなかったから、そうたまに遊びに来いよって言ってくれて、本当にいいお兄ちゃんたちなんですけどね。そう本当私手は出してねやらなくなっちゃった趣味も割とあるんで、ギターもちょっとちょこちょこ忘れないように。でも忘れてなかったです、まだ全然抑えられました。曲は見ながらならU フレットとか見て、コードをほんとただ押さえるだけ、本当にジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカとかならできるけど、やっぱりねわかんない無理なコードはすっ飛ばしちゃうから、別に人に披露するわけじゃないから、もう自分の歌でカバーだよね。もう歌ってるから、歌ってギターで家でねほんと自己満してるだけなんで、はいって感じかな。